こんにちは、ブルーホースです。ということで、8年目やっていきましょうか。100年後に破産するブルーホース社長をやってまいりたいと思います。ということで、8年目入ってまいりましたね。ボンビラスな世界が今進んでいるんですが、デビルたちは引き続き進行中なんですね。はい。ということで、それでも買い続けるというものすごいあれですね。もうパワーパレーン出てきてますね。陽気日。このクソ野郎がマジで腹立つわ。早く借金せよよ、お前。幾人ものな、おー、いいですねー。幾人もの人間が、社長が犠牲になってきたと思ってるんですか、本当に。もう、去年でね、こいつボコボコにできるかなって思ってたのに、もう、本当になんかさ、あ、ボンビラスの世界、あ、違う、そういうことか、ボンビラスの世界、毎回これやるぞ。そう、あのね、ね、マジでワンターンミスったんですよ。なぜか自分のワンターンキルしてたからね。で、しかも、アホなことして、お金がないのにさ、爆発ボーンってしちゃってさ、やっちまったわ。大ままで84マス。じゃあ飛びましょう。飛びます。どこも遠いな。マジか。これは一気に待った方がいいか。いや、でも飛ぼうか。飛んで、で、みんな遠いから、ゆっくりゆっくり行きましょう。で、カード売り場24億。お、いいですね。ってことは、特急周遊があった方がいい。あ、これさ、今、期待カードを買っといて、特急2枚くらい買っとこうよ。いいよ、24億もあるさ。で、期待カード買って、今から期待向かっていきましょう。そしたら、もうね、で、ポイントは600円、あ、600万分のカードを使っても買えるってことですね。あれ、これ買ったけど全然溜まってないですよ。で、2000万分、あ、買った後にポイントがつくシステムなの。なるほど、今でじゃあ2600万になったと。全然何も知らないね。で、その場で特急周囲を使ってもさ、全然まだまだゴリゴリ遠いんじゃないか。お、すげえ、ここ宝くじばっかりじゃん。宝くじを狙って動くってもありかもしれないね。お、いいね、いいね。次のターン、デビルへ借金生活まみれっちになるね。なんでお前自ら借金増やしていくスタイルなんだ。何、ド M なの。もうすでに破産してるんだけど、俺と違って全然破産する気ないじゃん。じゃあ破産する気しかないじゃん。俺はね、最後の最後で破産がしたいのね。それをみんなが待ち望んでるからね。はい、ということで35、いいですね。だからまださ、だってさ、100人中8年目よ。まだまだ全然だからね。ということで、じゃあ期待カードでいきましょう。期待ふとっとび春からの知恵トゥエンビリティエンビアーマン。これ北海道まで行っちゃうんじゃないか。行き過ぎ、北に行き過ぎだー。なよろよろ、ちょっと待って、44マスとかだったよね。44マスから、今のところまでたどり着いて、どのくらいになったんだ。さあ、赤マス、踏め、ここ青しかないのか。あ、ここでギリ稼いで、あれか。うわ、ギリギリ減らさないで済むってやつか。これで2600万と1億130万と、よっしゃ、借金ざまみさらせ貴様は、そうやってじわ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 失っていくがいいわ。これまで散々男どもの大チンをしゃぶり尽くした結果なんだよ。よし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 。あ、ちょっと待って、シンプルにあれだ、マスが増えてる。どうしよう。これ星飛び今使ったらどうなる。おすすめは、あ、違う、危ない。うわ、どこも変わんねえのか。ってことは、大間地帯があるのか、星がないのか。ってなると、くそー、6000万使って、無駄足踏まされてる。侮辱的。こっち。もうほんと、しゃぶしゃぶしてる女の結末がさ、ほんとによろしくないですよね。で、こっち行って。に、あ、OK。ニセコ。来たか、え？地下。好きに、た？チャカペタイしか買えない。もういいや、じゃあ買うよ。はい、買う。マジかー。うわー、周遊が終わったな、辛いな。またナイスですね、で買いたいな。しかも7月か、借金生活。あ、2匹消えたの、2匹だけね。オッケー、1億で。よし、で、あ、1匹消えやがった。こいつ、なんて運がいい野郎なんだ。そう、でもそれで、また次のターン消えるんだろ。マジか、他の誰かと重なることが、ああ、いらっしゃいませ。え、あ、重なることが今できなかったのね。ああ、どんまい。あの、普段の行いが悪いからね。お前、俺の金を売っていくからそういうことになるんで、本当に。ああ、ここに週があったのか。くっそ、お足りない。で、おならブー、おならブー。
投げボーン。誰だトピックス。よしよしよし。そう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 。サバ、京都まで担いで走るといい足になった。ということで、はい、ありがとうございます。2880万円ですね。ナイスですね。そうそうそう。俺に金をどん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 献上したまえ。そう。1位が優遇されるゲームですからね。で、2位以下はどん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 絶望。おーい、テイク特急。デビルが1匹消えて670と、オッケー、いいですね。借金ですね。メイド喫茶1軒ずつかよ。こいつなんてこう、めっちゃでっかいあれを持ってんだろうな。さあ、頑張れ、関西空港駅。あ、誠に、あ、お、なんだ、ラッキー、特急か。あー、でも、シュートから、お前、しかもまだ、未だに物件行くの持ってないのか。どうしようかな、どうしようかな。これでも1とか出して宝、ちょっと待って、みんなはあとどのくらい？全然余裕じゃん。じゃあ普通にサイコロで進んでいこう。1出してほしかったな。ちょっと待って、あ、松前全部買える、松前全部買えるなら松前買いましょう。横綱記念館、横綱なんか縁があるのか分かんないけど、あ、でもしかもノリだん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 ノリになっていく館が1000万 200%、 これ素晴らしいですね。いやいや、買い占めたところだっちゅうのって話で、さあどうなるかな。でこれがさ、80年とか90年になっていくにつれてさ、独占した企業とかがどん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 こう失われていくという絶望を俺は覚えながら生きていかなきゃいけないのかな。それはそれでなんかもう恐ろしいけどな。もうどのタイミングでそれを測ってやっていくかっていうのはね、これ、あ、やった、いいね、残念でした、現れました。じゃあ2匹でどんどん奪っていってください。まあ、たパイプオルガンか。で、教会で音楽を流しながらゴリゴリっと、はい、1300、そして、さよなら、バイバイ。さあ、どん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 売れるものがなくなっていきますね。残念ですね。てか、メイド喫茶ってそんな高かったんだね。うん。そんな高いものがゴリゴリと。あれ、でもこれ大丈夫？あ、そっか、なるほど。で、どん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 近づいていって、そう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 、お尻にナスナスして差し上げなさい。あ、ギリ届かねえのか。残念だったな。もうちょ、お、いいですね。ロイヤルインデックスってさ、え？なんでそうなるんだよ。おか、お前、お前、どれだけ、お前どれだけさ、よ、よー、おーおお、え、ちょっと待ちんしゃいや、うっそだろ。まあいいや、陽気比がどうせ、陽気比がどうせボコボコにされるんだから、まあどうでもいいんだけど、ちゃちゃちゃ、だよね、雷神、え、雷神が58、え、陽気比があと1マス、え、なんでよ、なんで、なんで俺以外のキャラを全部ひいきしていくの、バカじゃないの、バババババじゃないの、本当に。うわー、じゃあカード取りに行こう。じゃあもうここでなんか頑張ったところで意味がない気がしてきたから、もうカード取るわ。ダビング、星飛びが、星飛びをダビングしよう。これで前ゴールできなかったらマジでバカだからな。バカだわー、ほんとバカだわー。よかったね、いなくなって。はい、借金生活戻りなさい。デビルカードめっちゃし、あ、ちょ、消えんのかよ。くそ、誰、しかもなんでお前がハクションで飛ばされていくんだ。あんた諦めて戻ってってるしよ。引き返すなよ、頑張れよ、粘れよ。ちょっとでも近づけよ、どうせ俺もう着くからって。ほーらー、そんな諦めた心がキングボンビーを生み出すんだぞ。お前も今さら戻っても、キングボンビーが出すぎてさ、全然知らないの出てきたんだけど。何こいつ、え、はじめまして、タコボンビーです。ちょっと待って、金、うわー、飛行機の羽が完全に俺散らかしてると思うんだけど、え、何何こいつ、ピッ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 、もっちかね、もっともっとマイナスをびっくりしてやろう。最後、ちなみに特製レイカード使えなくしてやった。30億とか、うわー、え、キングボンビーを超えたビッグボンビー、24億の、いやー、もっとビッグになれよ。特製霊カードも使えねえし、最悪じゃん。ゾクゾクするわ。ほんでもさっきから行ったり来たりしかできない。2だと、函館だと、じゃあ行きましょうか。とにかく買えるだけのものを買っとこう。もう今回はゴール諦めた、さすがに。7連続とかって言ってるけどさ、もういいよいいよ。今買い占めたばっかりですぞ。なんだ、物件200個買ったからとか、そういう記念か。 あいつマジで絶望しかないよね。スペシャルカードやった。ゴールが近い時とか、宝くじ泊まりたい時とかにやりたいよね。今じゃん、今でしょ。いやー、ほんとにかわい。ほんでお前早くゴールせえや。
カード、あ、ポイント、あ、引き換え券で、うーわー、引き換え券で周遊会やがった、しかも特製で、なんでビビってんだよ。お前デビルカードいなくなってんだから。しかも3ってことで3倍なのか、なるほどな。え、でも本当にごめん、あのさ、来週、お前マジで何がしたいの、行ったり来たり行ったり来たりで。マイナス、何倍にしてやろう。あ、よかったね、よかった、1、なんだ、1倍か、1倍はいきなり、持ち金は、現状維持だ、よかった、おめでとう。1倍でよかったね。早くゴールしてほしいんだけど、いつになってゴールすんの。4、4は、ちょっと待ってね。1,2,3 さっきから進むところが一緒。あ、やったやった、薬務特急薬務全部変える。よし、あ、アミラーメン、なんてスケベなラーメンなんだ。バター麺、アワビのラーメンにバターをぬりぬりしてウォーターを吹くってか。薬務やっべ、ドスケベやん、ドエロ、やばいっすね。さあ、今年も日本8年度の職員1位はイエーイ、今日のとんかつ、とんかつパフェ、自分で買ったけどさ、とんかつパフェってソースかけるってか、発祥の地はどこでしょうか。え、はっ、いや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 、なんでこいつばっかりほんまマジでひいきすんの。俺一生懸命頑張ってさ、地道にカードとかを拾って頑張ってるのにさ、拾ってさ、あれだけのさ、物を手に入れてるのにさ、こいつだけなんかさ、なんかもう他力本願でなんかやってるよね。しかも5億一気に5億、うわー、マジでこいつチンコ向いたの。陽気部屋かチンコないけど、太宰府急に遠いな、めちゃめちゃ遠いな、半端なく遠いな。はい、頑張ってマグロ買って、マグロで、おっそいってマグロ丼屋。いやー、でいなく、あ、670万、でも、いやー、でも4個は全然あれだね。そして何かに乗っているで、ちょっと、あーな、あー、でもお前太宰府近いな、頑張れよ、早くゴールしろよ。ビッビッピービッグワンピー。さあ、どうなるかな、どうなる、なんで当倍なんだよ。6倍くらいになったらもっと面白いんで、特性で使って、おめでとう、お帰りなさいとかって。でもマイナス74億になるっていうのもなかなかないんだろうな、きっとな。ちょっと消えてしまう前にダビングをしましょう。どのカード、星飛び収録です。はい、 OK、 もう1枚で、さらにカードを使えると、おお、素晴らしいですね。で、近づいてこようもんなら、おならプースカトールスプレーをかけたいんで、これ何なんだろうな。これあれ、もしかしてその順位がいいから、順位がずっと1位でぶっちぎってるから、なんかこう試練を与えられてるとか、そう言われるのかな。いや、ちょっと待ってね。星飛び、特急、特急が1枚しかないもんな。特急2枚くらい買っとくか。いや、3枚だな、3枚で一気に近づこう。周遊を買うよりずっといいと思う。8回以上も絶対使えないもん。あ、カードが持てなくなる。おお、3200万円分ね。オッケーオッケーオッケー。チャ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 。はい、周遊使って頑張って、じわ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 近づいてってくださいよ。お前あと何マス進まなきゃいけないのか分かんないけどさ。あ、これあれじゃないの、確かこいつがさ、生まれ故郷に選択したところじゃないの。うわー、セッキーわー。そしてマイナス借金、今買ったばっかりなのに、欲張るからそういうことになるんですよ。よくないよくない。あ、いいなー、ロイヤル、え、これゴールしたんじゃないか。で、あ、でも借金背負ってない時の、え、なんでヘリポート。あ、え、いいよ、おめでとう、よかったね。ないな、興味ないのってことで普通に戻るのね。いやー、おめでとうおめでとう、よかったね。え、ちょっと待ってね。あと6マスだね。あー、オッケーオッケー。いやー、よかったですね。でもこのまま行くとあれだから、ちょっともう一回星飛びでどこ近づけないかな。あー、いいねいいねいいね、とりあえず近づくだけ近づいておきましょう。確実にボンビーがあいつに当たるようにだけしとかないといけないと思うので、とりあえず近づくだけ近づいて、買いましょう。9、あ、しか、今あれか。あ、全部使った、買ったからあれか。ポイントは3200万円分ですね。うん。今、とりあえず。あ、あれ、400万ごちそうさまです、美味しいです、素晴らしいです、うん、生ハーゲン。よし、こいつにさ、男鹿半島のラグゴはイネガー、生ハーゲンカード使って、さあどっち行く。しょっぽいなぁ、もう早く潰しちゃって。
どうせこいつ逃げようとするんだからさ。よし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 。おう、なんか、ちょっと寄り道してくれたぞ。平泉せい。おお、私の人生は素晴らしいもんなんですな。Life is beautiful! あ、おめでとう、おめでとう。ムカつく。お前だけはゴールしてほしくなかったな。いやいや、まあ、たまにはゴールしないとな。たまにはゴールしておかないと、本当に絶望しか起こらないことになるからね。うん。オッケー。で、5億。おお、一気にあれじゃん。借金もゼロになって5億出て、はい、おお、ビルに向かれて特急、あ、いいな、特急シール俺も欲しいな。ゴール、なんか、10回目、15回目とかの記念神様とか降りてきてくんないけど、新宿今飛んできたところなのに、また飛ばなきゃいけないじゃん。うわー、一気に金を持ってさ、散財するって、もうあれじゃん、借金を背負うやつのやり方だよ。まあまあ、でも1000万程度だったら、どんでも、41マスか、41マス、じゃあ星飛びましょう。飛びます。どこ、おーっと、佐久間、いいでしょう、佐久間お願いしましょう。佐久間電鉄。飛んでって、今回結構スローペースで、まあビッグボンビーが出てきたからな。で、買いましょうってか思ったけど、か、ほん、ちょっと待って、新幹線周遊5億。めちゃくちゃ欲しい。めちゃくちゃ欲しいけど持ってないし買えねえし。そう。でも新幹線か。のぞみじゃないんだよな。わ、新幹線カードあるんだったら新幹線カード買ったのにな。おならいるか。なんか飛ばしたところであんま意味がない気がするんですよね。これを売っちゃって、で、新幹線を、じゃあ、のぞみ、じゃあ、うん、そうそう、新幹線1枚買いましょうとか、新幹線ののぞみで1億3000万の差があるとか、それだったら新幹線2回使った方がよくねって思うんだけど、ありがとうございます。それ、8400万あるから、そう、今、売った金で大体1億くらい稼いで、で、7000万って言ったら、プラス3000万なんですよ。ありがとうございます。海苔がだんだん美味しくなってくるよ。2880万円ですね。え、何？お、やった、ラッキーバーガーが大人気。函館近隣だけの食材使い作り置きゼロまでハンバーガーが出来上がるまで、出来たて熱々、ごちそうさまです。おお、一気に、あー、だったら新幹線カードとかなんかもうなんか5枚くらい買ってなかったね。まあ無理だ、新幹線カードを使った。さあ、どこにたどり着くのかな。トゥ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 、なんだ、あと1マスか。10出せよ、ギリギリ逃げ切りやがって、こんちくしょ。で、あの次のターン、のぞみカード使うんだろ。頼むぜ、のぞみっち。さあ、そんな郡山からたどり着いてきたので、ボンビーダビングカード2倍。あ、ダビングはいいカードな。え、なんかすごい物件売ったな今。雷神社長、発祥の地はどこですか。え、どこにした。浅草のみんなが遠路はるばる特急周遊。いや、羨ましいですね。でもそれでもサイコロ1個しか使わないんだ。何頑張るの。あ、おめでとう。いや、使えよ。あ、だから次のターンじゃないと使えないのか。特急、え、ちょっと待ってね。みんながあとどのくらいのマス ?50、あ、4機比が意外と近いのか。そうなるとやっぱりちょっと一気にあの詰めておきたいですね。特急カードで、ペン、詰めたような、詰められてないような微妙なところでございますね。こっち行って、こっち行って。小渕首相は4機比が持ってやがるのか。しかもいいとこ持ってんな。ジョーバランドと日本エキスポート、ね、ペンションはいらない。うん。やっぱね、投資家はね、ペンション、なんか、あ、そっか、でも8400万もらえるんだったら、あれか、1個だけも買ってくればよかったな。よっしゃー、これでまたぶっちぎる1位街道。しかも、そうか、決算するんだったら、もう1個くらい1億買ってくればよかったな。しまったな。まあ、いや。社長の皆さん、決算発表でーす。今年度の収益額1個発表します。20億、差がついてきましたな。来週なんか、久々にプラスなんじゃないか。おめでとう。そして最終的な順位は、あ、すげえ、プラスになってる、おめでとう。そしてさらに70億じゃないな、65億の差がついたのかな。すげえな、マイナスから一気にプラスに転じたところですね。いやー、ありがとう。ということで、発展の記録8年目終了でございます。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。初めてビッグボンビーが見れて非常に感動した回でしたね。ということで、9年目も張り切っていきましょう。ではまた。